いたいところです。楽しみですね。そしてカーナンバー70番は普通右足下から真田敏郎、カーナンバー72番中国中心から小野大地、私でも放送があります。全国大会前日までの活躍中。カーナンバー86番は秋から片岡春、92番はプライオリーレーシングから去年のパレットのチャンピオン、今年はこの持ち日の1Hクラスで勝利を挙げています松尾チューマ。カーナンバー93番はガレージシーから藤岡浩輝、秋田市での勝利を飾っています。そしてカーナンバー95番はプライオリーレーシングから中島梨央、カーナンバー91番はプライオリーレーシング中村修と出場しました。5分間の公式練習を終えまして、2曲が掲げられています。最後からやるスタートしています。今シーズンのヤマハ SS クラスは一番もうすでに今シーズンのチャンピオンを決めておりまして、最終戦とはいえ今日のチャンピオンが決まるという一戦というわけではなく、まあ、どちらかというとですね、もう全国大会に向けての調整気がつく、そんな、雰囲気のあるレースになるかなというふうに思いますね。さあ、その中で、今シーズンどんな選手が勝ったんだろうというところもありますけれども、まずね、開幕戦で勝利をしていきましたのが、本人としては初めてのダブル優勝ですなという話をしていました坂井隆太郎選手。第2戦、第3戦、第4戦、第5戦、こちらはですね、いろいろな、まあ、あの場所がありましたけれども、第2戦で勝利をしたのが山本選手、第3戦では松尾隆馬が勝ち、第4戦、第5戦は山本選手が勝利をしました。ですから、勝ちを取った山本選手は、今シーズン3勝を回すしてのチャンピオンということになっています。タイムトライアル現在1戦目のタイムが全部全ての選手で出ていますので、高橋選手は松尾修馬が現在トップです。42秒718、2番手には辻戸隆弘2周目のあたりです。42秒804、3番手には永井大和42秒897で今4番手になって、トップは松尾、2番手に辻戸、3番手には小野大地42秒839です。4番手に岡田雅人、5番手には永井大和で42秒901です。小田山手が6番手、7番手には国岡浩輝、8番手には中野恭介、9番手には山下優、10番手には中島亮となっていますが、さあこれで、上位の方に上がってきたドライバーがいますので、上位の方を変わってきました。さあ坂井隆太郎が4番手に上がります。タイム42秒876で坂井が4番手、5番手には岡田雅人、1番手には長井という形になっています。1周目でも松尾修馬がトップです。3周目が走っています。松尾修馬がトップ、タイムが42秒648です。2番手小野大地、3番手に辻戸、小野大地は42秒723で自身のタイムを更新し、ちょっと順位を上げまして2番手となっています。1分25秒となりました。現在トップになっていますのが変わらず松尾修馬です。うわ、松尾修馬、今シーズンですね、松尾第3戦で初の SS 優勝というところを飾りました。この時でも松尾がタイトラトップだったわけではない、その時は2番手のタイムということになっていました。今回はタイトラからもすべてトップでパーフェクトインというところまで持ってくるんでしょうか。さあ、しかし松尾のタイムを上回ります。坂井隆太郎がトップにします。今度42秒587、
この2ラップ6分の1秒差でオロライクがランクインしています。それが一目大きく3位からをつけてきましたよね。高井優太郎につけてきました。オロライクが2番手。高井優太郎、今シーズンは最初ラテックの6時ラップをセットしたのは第4戦の時という形になっていましたけれども、ラテック以来のトップという形になるんでしょうか。ちなみに先ほどの1グループのトップタイムはと言いますと、はい、この酒井龍太郎のトップの人と比べまして、1グループのトップタイムをマークして山本裕樹のタイムが42秒7でしたね。まあ、このコンディション的には変わって、画面の方変わってきてはいるんですけれども、それによりまして、2グループの方が本来1秒ほど上回る時間があるということになります。それで、結果フラッシュが今出されています。トップには酒井龍太郎、2番手には小野大地、3番手松尾椎名、4番手に中井山と5番手に須藤に上がってきていまして、ね、暗よりレースに須藤に行くと今5番手の位置、最後の1周に入っていますので、この上位の方にも変わってくる可能性が大いにあります。まず山下優6番手でフィニッシュという形になりました。